はい、ポケットモンスター XY やっていきます。前回はですね、ジムリーダーのマーシュ、彼女を倒したんですけど、今回はボール工場に、なんかね、見学しに行くのかな、よくわかんないんですけど、これからボール工場ね、行きます。なんかフレア団がいるからね、なんか何かがありそうなんですけど、行ってみましょう。あ、ちなみにですね、僕もいい加減着替えましたちょっとオレンジのシャツをね、ちょっと着てみたんですけど、あ、お前たち困りましたね。ボール工場に入れてもらえないのです。あ、多分ね、子供は中に入れてくれないのかな。いや、ちょっと待って、この子は、私もう一度お話ししてくる。あ、ちょっとサナさん、行ってしまった。あ、全員揃った。あれね、今サナピョンとトロバッチ走っていかなかった？待ち合わせをしたのにどうしたっていうの？ひゃあれ、トロバッチは？あ、逃げてきた。あ、フレア団か。俺たちのことガン無視だけど。え、どうなってるの？とりあえず追いかけないとね。フレア団？何か起きているのかも今のうちに中を調べましょう。あ、じゃあ、あいつらをね、追いかけてるうちに中に入るのか。俺今はさ、分かったんですけど、今更なんですけど、このサナちゃんは、女の子の主人公ですよね。じゃあ中に入ろう。あ、ボール工場ってこうなってるんだね。どっか入り口とかないかな。アイテム。アイテムなさそうだな。なんだ、やたら迷路。ここ違うか。ん？入り口はどこやねん全然わかんないよ。入り口。こっちか。なんだよ、このやたら迷路。待って、こっちじゃないから、こっちか。こっちかな。あ、なんか違うような気がするんだけど。ちょっと待って、本当にどうやって中に入るのかがよくわからない。あ、これだったのか。何壁だと思った。やっぱフレア団がいるね。外の連中見張りもできないのかしら。申し訳ありませんが、ただいま見学できませんことよ。あ、フレア、いつからボール工場でアルバイトしてるの。フレア団をバカにしないでよ。行け、グラエナ。ここは私が引き受ける。あなたは先に行って。あ、そういう展開だったのか二人で戦うのじゃないのか。あ、ちょっと待って、やべ、あー、今回はなんか迷路になってそうな感じだな。あ、もうダメだ、行くしかないか。作られ運ばれるボールたち、倒され流されるお前たち。グラエナ。あ、このポケモンか。もう見た目からしてね、めちゃくちゃ悪そうなポケモンだな、グラエナ。マホクシーの正体を見破ったってどういうことなんですかねそのままマホクシーだと思うんだけど。ダメだな。うん、まだあれですね、ポケットモンスター XY のゲーム実況を始めて1ヶ月ぐらいは経ったと思うんですけど、まだあれだね、初心者丸出しだね。ゴルバット、そのまま戦う。よし、どうしようかな。火炎放射。
ーギリ残ったか。ピヨッピヨッ。マホクシーは混乱した。よし。いやーダメか。あーくそー。いててて、て結構食らったぞ。本当はね、他のポケモンたちも育てるためにマホクシーばっか使ってるの良くないんですけどね。ちょっと変えていこうかな、さすがに。ルカリオを前に出すか。そうだな、ちょっとポケモン変えるか。いつもいつもマホクシー前に出してるんですよ。だからあーでもコモルとかはまだ前に出したくないね。あんま変わんないか。いいや、このままでいいや。クイックボール。さてと、こっからどうすりゃいいんだ。あ、なるほど、いけた。やべ、今なんかあったんじゃないか、なんかあったんじゃないか。あ、平気だったか。やばい。あー今回はね、多分めちゃくちゃ迷うと思うな。これはあ、まあ今回はフレア団とのバトルがずーっと続きそうな感じだね。ズルックか。お、一発。シンクロノイズを覚えたい。シンクロノイズか。忘れさせる。どんな技？エスパータイプか。なるほど、ちょっと使いづらいかな、このシンクロノイズって。自分と同じタイプのポケモンにダメージを与える。まあ結構攻撃力高いんですけど、どうしよっかな、迷うんだよね。フラッシュ、エアカッター、やめるか。いや、サイケ光線。あーどうしようかな、サイケ光線忘れるか。このまま行こう。グラエナ、さっきの狼みたいなやつだな。フレア団、このポケモン好きだな。炎の誓い。お、一発。さてと、こっちはいけないから、あ、メタルコート。なんだろう、メタルコート初めて見たな。ポケットモンスターね、結構覚えることが大量にありすぎて、ちょっと初心者の僕には結構厳しいですね。技だって500種類あるんでしょ、覚えられねえよそんなに。こっちはなんだ、タイマーボール。さて2階か。フレア団がいるね。あ、なんだろうこれ、パソコンだ。なに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 。
なるほど、ベルトコンベアの流れる向きが逆方向になった。これは相当ややこしいぞ。どういうことだろう。帰ることができるっていうことか。ちょっと戻そうか。戻そう。いや、俺こういうの苦手なんだけどな。あ、これはボール工場で働いている人たちだね。あ、乗っ取られたんだ。ポケモンに楽させようとオートメーションにしたんだけど、人も少ないからあっという間に占拠されたよ。なるほど、そういうことか。ややこまがいる。ピピー、フレアダにボールを奪われたらポケモンと友達になれない。あ、そうだね、モンスターボールがなければポケットモンスターね、ゲットできないから。赤いスーツじゃない、ということはフレア団じゃない。フレア団じゃない、君は誰だ。いや、誰でもいい、とにかくフレア団をやっつけてよ。よし、じゃあ行くか。あー、ちょっと迷路っぽくなってんね。うん、こっちだ。いやー、マルノーム、ゴーストタイプか。僕もね、いい加減、ポケットモンスターの属性を覚えるために攻略本見ようと思ったんですけど、僕の買ったね、攻略本700ページぐらいあったんですけど、さすがに、ポケモンの属性までは載っていなかったんですよね。あ、え、なんで?あ、アンコール使われたのか。そうか、そうか。よし、じゃあ行こう。うん。あ、あ、いけない。いけない。邪魔だ、お前。くそ。こっちか。いや、待てよ。これ、戻るしかないのか。ということは、やっぱベルトコンベアの向き変えた方がいいんだな。そうだね、きっと。ベルトコンベア向き変えて、これはさっき戦ったよね。さて、こっち行けないのか。戦って損したな。ん?お、新しい場所だ。あんたさ、フレア団のために働きなさい。工場長かな。そうすればいちいち私たちがボールを運ばなくて済むもの。それともお金を払ってフレア団のメンバーになるとか。500万円ぐらい楽勝でしょ。君たちフレア団は何を考えているのだ。モンスターボール独占なんか私は許さないぞ。いいじゃない、そんな人放っとけば。そうね、他の人が使えないよう爆破しちゃいましょう。これはフレア団の幹部か。侵入者はお前たちだろ。ナイスツッコミ。おう、君、助けてくれ。あらあら、社長さん、必死ね。仕方ない、私たちが希望をプチッと潰しちゃう。あー、ちょっと、幹部と戦う前に、セーブしたかったんだけど。なんか、ずいぶんセクシーな姉さんが来たな。またお前かよ。ズルッグ。うん、確かね、マホクシーでも結構ダメージ入ったんで、このまま。
ヘルガ。ヘルガってなんだ。ああ、お前もなんか見たことある。ドーベルマンみたいなやつだ。あ、今一つか。さあどうしようかな。多分相手の属性は悪だと思うんですけど、悪に強いポケモン僕持ってないんだよね、きっと。これでいいや。いや今ね、攻略本のあの属性の相性のやつがあるんですけど、ちょっと見ようかな。悪、まあいいや、倒せるからいいや、このまま。ちょっと電気つけてちょっと確認しよう。攻略本、悪に強い属性は格闘と、あ、格闘だったのか。格闘と虫とフェアリーか。鬼火忘れさせる。もう次から次へと新しい技を覚えて、ちょっと大変だこれ。あ、相手を火傷の状態にする、これ覚えたいな。忘れさせる、サイコショックを忘れるか。どうしようかな。いや、炎系の技こんなに覚えていてもしょうがないから、やっぱこれマジカルフレーム、威力が65か。火炎放射は、あ、90、炎の誓いが80だから、よし、やっぱマジカルフレーム忘れよう。あ、そういえばこれフレア団の幹部って名前なんていう人なんだろう、これ。何よ。冴えない社長のため真剣にならないでよ。やだ、幹部なのにダサーい。いいわよ。後片付けは私たち科学者コンビで。2対1でやっつけましょう。勝てる確率は上げないと。どうかしら。遅くなってごめんなさい。まだいたの？関係ないけどね、子供が一人でも二人でも、私たちのコンビネーションならさらに勝利の確率アップ。科学者っぽいけど計算は苦手なの？一緒に戦える？お隣さん。ちょっと待って、ちょっとセーブしたいんだけど。あ、わかった、わかってくれた。回復しよう。回復する。あー、どうせだから全回復していくか。よし、これでいこう。このセレナちゃんはあれなんだね、女の子版の主人公なんだよね、きっと。ニャオニクスか。さて、ライボルト、ライボルト、レパルダスか。いやー、正直何で戦えばいいのかよくわからんな。いいか、マホクシーでいくか。名前で勝手に判断しても申し訳ないんだけど、右にいるライボルトっていうのは雷属性じゃないかな。違うか。いいや。炎の誓い、よし。もう少しな。あ、さっき覚えた鬼火。
これを使うか。あ、ダメージ入らないのか。あー弱っちい、ニャオニクス弱っちいな。よし、じゃあライボルトはもう少しで倒せそうなんで、レパルダス、あれを狙っていくか。さて、あと1人か。あのレパルダスって何回か見たことがあるんですけど、結局属性がよくわからないんだよね。調べた方がいいかな。あらまあ、やだ残念、破れちゃった。ああ、もうモンスターボールもスーパーボールもハイパーボールも奪ったし、ここは引き上げます。君たち助かった、本当に助かったよ。君たちは若いのに素晴らしいポケモントレーナーだ。よし、お礼をしよう。あ、わかった、これはマスターボールをくれるんじゃないか。マスターボールとでかい金玉でかい金玉って何。あ、で、いや違う、でかい金の玉か。でかい金玉って見えたわどちらか好きな方を選ぶのだ。いいわよ、あなたから選んで。マスターボールとでかい金の玉ね。いや、これはね、僕じゃなくても他の人もでかい金玉と呼んでしまった人はね、何人かいるはずだ。どちらか好きな方を選ぶのだ。いやー、このでかい金玉って何なんですかね。マスターボールがね、必ずモンスターをゲットできる貴重なボールだっていうのは分かるんですけど、このでかい金玉がよく分からないな。あー、マスターボールで行った方がいいかなじゃあでかい金玉はお前にやるよ。ほいほい、マスターボールを手に入れた。俺の俺だ、選ばなかった方もあげよう。おお、くれんのかよ。で、結局選んだ意味ねえじゃねえか。でかい金玉手に入れました。もちろん君にも。あ、ありがとうございます。でもいいんですか、君たちなら正しく使える、そんな気がするからね。あんなフレア団と違って。言っておくが、でかい金玉の使い方は私も知らないよ。それにしてもフレア団め、ボールを独占して何を企んでいるのだ。なるほど、残念ながらでかい金玉のね、使い道はよくわからない。あ、これですね、でかい金玉。違うかな。じゃあ帰りましょうか。こっからかよ自力で帰らなきゃいけないのか。こっちかな。あ、お前たち何やってんだよ本当に。ねえねえ、今更だけど見学しても大丈夫？もう帰ろうぜ。うん、フレア団のせいで。それどころじゃないの。フレア団、聞いたことあるかも。もしかしてですが、さっきの赤いスーツ。そうよ、トロバ。フレア団は、みんなのモンスターボールを力ずくで奪ったの？なんと。かかり合いにならない方が良さそうな連中ですね。そうだね、トロバッチ。フレア団、ひどいんだね。どうしようかな。タウンマップだと月に行くのは、風女タウンかな。ミューヤンとセレナはすごいんだね。そんな悪い人よりもはるかに強いんだもん。
でも無理しちゃダメだからね。じゃあね。さて、ね、いよいよ次のジムリーダーに挑戦できるのかな。あなたのおかげでみんな無事だった。でもあなたば、あ、やばい。バッテリーの残量が少なくなっている。やべ、そうか、バッテリーつながってなかったか。さて、あ、すげえ雨降ってるけど。え、誰？臨時ニュースをお伝えします。先ほどクノエシティ近くのボール工場が何者かに襲撃される事件が発生しましたが、無事解決したとのことです。なお、モンスターボールの販売に影響はないとのことです。さあ、じゃあ今回はですね、ここで終わりたいなと思います。次回は新しい街ですね、なんていう名前か忘れてしまったんですけど、ジムリーダーね、挑戦していきます。